モデル、女優、YouTuberとタレントの垣根を越えて大活躍中の本田翼さん。今回はそんな本田翼さんの面白いエピソードを50個紹介します。1992年6月27日東京の三鷹で生まれた本田。名前の由来はバイク好きだった父親が、名字が本田だから本田ウィング、ウィングは翼ということで翼と名付けられました。幼少期から目鼻の筋がくっきりしており、地毛も茶髪だったため近所でよくハーフと間違えられたそうです。本田翼はハーフかクォーターじゃないかという論争は現在でもたびたび取り沙汰されていますが、本田自身がブログできっぱりと否定しています。芸能界でも屈指のオタク気質で知られる本田ですが、その片鱗は幼少期から覚醒しており、小学校の頃から鋼の錬金術師にハマったり、ドラゴンクエストやポケットモンスターなどの RPG ゲームに打ち込んでいたそうです。ところがこの頃に父親が他界し母子家庭になった本田家、家のお手伝いをしなければお小遣いをもらえない制度だったり、机を片付けなければ机のスペース畳3畳分の家賃を払えと言われたりと厳しい教育だったそうです。そんな本田は小学校4年生の時、母親と一緒に歩いているところをスカウトされます。ところが芸能界に興味がなかったのか拒否しています。その時一緒にいた母親と、次スカウトされたらやってみようと話し合ったそうです。中学生になるとどんどん美しさに磨きがかかる本田。原宿で買い物をしていると1日に7回もスカウトを受けたそうです。小学生の頃に次にスカウトを受けたらと思ってはいましたが、断り続け7人目のスカウトを快諾し芸能界入りを決めました。本田が所属する現在の事務所は北川景子、市原隼人を輩出したスターダストプロモーションですが、この頃はスプラッシュという事務所に所属しています。所属するとすぐにセブンティーンの専属モデルに抜擢されます。中学の時点で多忙を極めていた本田が選んだ部活は美術部。セブンティーンの専属モデルをしていたことで、教室に大勢の人が見に来るようになり、逃げ込むように美術室に入ったことがきっかけだそうです。さらに中学時代に本田のリコーダーが紛失する事件が起こったため、学校に私物を置くことをやめました。中学時代に辛い経験をした本田ですが、高校に入学後も芸能活動を続けることを決意。しかしオーディション会場に行くために片道360円かかるため、高校生活はアルバイトに精を出します。当時選んだアルバイトは寿司屋とカフェだったそうです。本田は寿司屋のアルバイトを約2年間続けますが、最終的にアルバイトとオーディションの日が重なってしまい、無断欠勤したことでクビになったそうです。この頃の本田は CM やドラマのオーディションに100回以上挑戦したそうですが、全て落選したそうです。また学園生活でも親友以外とは接することなく、周囲と一線を画していたそうです。本田自身はこの頃のことを、モデルというより普通の高校生だったと語っています。本田の落選時代に終止符を打ったのは見た目の変化でした。現在の本田の代名詞といえばこちらのようなよく似合うショートカットですが、実はこれはこの時期にやり始めたことだそうです。ショートカットにした本田はオーディションにも受かるようになります。オーディションに受かり始めた本田に事件が起こります。大学受験の失敗です。ここで母親から再受験、モデルに専念する、自衛隊に入るの3択を迫られます。ちなみに選択肢に自衛隊があった理由はすぐに給料が出るからだったそうです。しかし本田は運動が苦手という理由で自衛隊入りは拒否します。結果高校卒業後はモデルに専念する道を選びます。19歳でドラマ「しましま」にて女優デビューを飾りますが、映った時間はわずか4秒でした。そんな本田を一躍有名にするのが2012年ドラマ「GTO」でした。 GTO は1998年に反町隆史、松嶋菜々子主演で最高視聴率 35.7% を叩き出した大人気ドラマのリメイクで、かなり期待値の高い作品でした。その中で当時無名の本田は「今の可愛い女の子誰?」と SNS で話題となりました。またこの GTO では伊藤沙莉、松岡茉優、小芝風花など後に大ブレイクを果たす女優が多数出演していました。その中でも本田は宮崎可憐と仲が良く、インスタグラムにてカフェ巡りをする写真をアップしています。このように徐々にスターへの階段を上っていく本田ですが、その分数多くの炎上も経験しています。ここからは本田の炎上エピソードを紹介していきます。2014年 A スタジオに出演した本田、司会の笑福亭鶴瓶に対して「うん」「ねえ」「おう」などタメ口の相槌を繰り返し、友達じゃないからなと突っ込まれてしまいました。しかしこのタメ口に対して鶴瓶は、翼は好かれる、翼だけは許される、あの人やからしょうがないと寛大な態度を示しましたが、ネットからは調子に乗ってる、ヘラヘラしすぎなどとコメントされ叩かれてしまいました。また「笑っていいとも」に出演した際にも、司会のタモリにタメ口で話したことで炎上しています。さらにスマップスマップに出演した際にも、木村拓哉にタメ口で話し、
共演した江角真紀子から目上の方にタメ口を聞く、人の話を聞かない、収録が終わったら一番最初に帰るなど暴露されています。ついつい大物芸能人にタメ口を使ってしまう本田ですが、着々と仕事が増え始めます。しかし映画アオハライドに出演した際には演技が下手すぎるという理由でネット民の餌食になってしまいます。さらに明石家さんまの番組に出演した際、無気力な本田を見て興味ないやろとさんまに問われ、はいと答えたことで炎上しています。26歳で LINE モバイルの CM に抜擢された際には作り笑いが見てて辛いとコメントされてしまいます。また漫画好きな本田はワンピースに関して全て読んだ上で絵がごちゃごちゃして読みづらいとコメントしており、このコメントには正当な意見やね、これは聞く、最近のハンターハンターについてもコメントしてほしいといった共感の声が寄せられています。2021年中井大輔と本田翼と夜な夜なラブ子さんに出演した際、本田翼を知らない人と交際したいと発言したことで上から目線だとネット民から叩かれています。ところがその後年下研修医との交際が報道されたことで男性ファンから非難が殺到してしまいます。2017年道ガスの CM 会見に出演した際、共演者の出川哲朗から運命を感じる、ディナーでもどうと誘われ行きましょうよとあっさり OK しています。この快諾に出川は絶対に行かないでしょと声を荒げています。またこの会見では本田は CM の決め台詞を求められ、なんだっけと出川にこっそり聞く場面が、出川はなんだっけとか聞くな、お前はバカか、 CM キャラクターなのにマスコミの前でなんだっけとか絶対言っちゃダメなやつと本田の天然発言に慌てています。また本田翼といえば芸能界きってのゲーマーとして知られています。ここからは本田のすごすぎるゲーマーエピソードを紹介していきます。ドラゴンクエストが大好きだという本田、連続プレイ時間は18時間だそうです。このゲーム好きには本田のマネージャーも困惑しており、本田の直してほしいところは18時間もの間食事抜きでゲームをやり抜いてしまうところだそうです。最近ではオフの日に食べ物を買いだめして一日中信長の野望に打ち込むそうです。また女優業は待ち時間がかなり長い仕事であるため、楽屋や現場にゲームを持ち込んでプレイするそうです。現場関係者によると現場にゲームを持ち込むのはニノとバッサーくらいと呆れられているそうです。また本田の場合は現場で台本を読まずにゲームをするそうです。ゲーム好きが世の中に浸透したことにより、なんとドラゴンクエスト4の CM 依頼が来てしまいました。さらに YouTube にてゲーム実況チャンネル本田のバイクを開設、立ち上げからわずか1ヶ月、動画数2本でチャンネル登録者100万人を突破、現在は216万人に増加し、ライブ配信には10万人が訪れるというメガチャンネルへと成長しています。これはあまたいるゲーム実況系 YouTuber の中でもダントツの数字で、他の実況者からは本田のバイクに惹かれたと称賛されています。ただしゲーム実況系 YouTuber 全員と円満なわけではなく、登録者数300万人を超える人気実況者のアニジャオトジャとコラボ配信した際には、本田のファンがアニジャオトジャに対して誰だよこのおっさんと書き込み、お互いのファンの確執が深まってしまいます。女優というよりプロゲーマーな本田ですが、ドラゴンクエスト11が発売されてからわずか1週間で全クリと全てのモンスターを倒すという最速記録を叩き出しています。さらにドラゴンクエスト11の発売後9日目で叩き出したプレイ時間は180時間31分、単純計算で1日20時間以上プレイしていた計算になります。2020年ぐるナイに出演した際、本田から岡村隆史に一緒に謎解き脱出ゲームやりませんかと誘われたのですが、明日スノボやからという理由で断られたそうです。また本田はゲーム好きが転じて、本田自身が制作指揮を取ったスマホゲームヨロッコをリリースさせています。また本田のゲーム愛に対してマツコデラックスが絶賛しており、マツコ会議にリモートで出演した際、私たちみたいにテレビにすがって生きている人間はこれからどうするんだって、一人一人が考えていかないといけない時代が来たのよと本田の生き方を称え、本田翼は愛だけじゃ食べていけないっていうことを分かっているわけですよと、 YouTube で本田翼がゲーム実況というジャンルを選んだ戦略をも褒めていました。またマツコ会議ではティッシュで鼻をかんだり、ペットボトルをストローを使わずにグビグビ飲む本田の様子をベタ褒めされています。そんな豪快な本田ですが、現在自宅には1000冊以上の漫画があるそうです。普段は図書館のような家に引きこもり漫画を読んだり、ゲームに打ち込む本田は自身でも人見知りが激しいと話しており、初対面の人から感じが悪い、冷たいという印象を持たれてしまうそうです。初対面での悪い印象を持たれがちな本田ですが、2021年上半期にはタレント CM 起用者数ランキングで15社と契約し1位に輝き、
年間でも首位に輝いています。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。